次行った。改めてそのミサモが結成されるきっかけだったり、ビハインドストーリー裏話を教えてもらってもいいですか？あのですね、ミサモっていうユニットがきっとやろうと思ってるっていうお話をいただいた時ぐらいに、あのミサモが登録されたんですよ。何登録っていうんだろう、商標名前、商標登録、名前商標登録、はい、ミサモっていうものをなんか商標登録されたぞっていう。そうなんですよ、うん、でそのことも全然知らなかったんですけど、はい、事務所の方からあのしようと思ってるってお話いただいた後にそれが登録されてて、でその後にハイタッチ会とかは多分あったと思うんですけど、はい、みんなにミサモいつ出るの見たよおめでとうとか言っても何にも言えなくて、先にワンスの皆さんがそれを知ってちょっとざわついてるみたいな。そうなんです、ね、その日に来てくださったワンスの皆さん本当に10分の9くらいはみんなミサモのお話をずっとたくさんしてくれてたので、そうですか、いやなんか白々しい人たちみたいになってるけど何にも決まってないんだよねって言ってそれちょっと気まずかったです。ああでもそこでほらやるよってなった瞬間はどうだったんですか？ミサモやるよって、なんかこう会社の方からもこの時期にやるよとかじゃなくて、まあスケジュールでこう組んでいってこの時期ら辺だったらできるんじゃないかなと思ってるみたいな感じの曖昧な感じだったので、私たちも聞いた時やったとかじゃなく もちろん嬉しかったんですけど、あーみたいな、ここにスケジュール本当に入るのかな、詰めれるのかなみたいな。だって今までツアーとかいっぱい入ってるよとかって。そうなんですよ、ここの間に入れます私たちみたいな感じでした。ももさんもはい、3人とも一緒の反応でした。そうですか、ね、でももう今日こうやってこれだけの数としてね、配信で見てる方もいて、ももさんもう実感湧きましたね、これミサモ。そうですね、もちろん今回こうやってショーケース始まってからワンスの方々の前で、パフォーマンスをしてから、あ、ミサモが結成されたんだってなりましたね、ね。そうです、それだけやっぱりね、あのワンスの皆さんもミサモに期待しているところが大きいというのは、皆さんのやっぱりあのいわゆる練習生時代からしたら10年以上の仲があって非常に深いということで、